話を聞くのが苦手です。モチベーションとコミュニケーションの桐生です。本日も行ってみましょうということでお届けしてまいります。今日いただいたご相談は、話を聞くのが苦手ですというご相談をいただきました。これはどうでしょう皆さん、話を聞くってなかなか難しい時ありますよね。例えばこうお話聞いてるんですけれども全然違うこと考えちゃってたりとか、今日晩飯何行こうかなみたいなね、聞いてないみたいな時もあったりするし、何かこう話しかけられた時にそれってどういうことってこう突っ込んでしまったりとかね。あと多いのはどうでしょうか、何か聞かれた、話されたときにいきなりこうアドバイスをしちゃうなんていうのもありますよね。それってさ、こうしたらいいんじゃないみたいなね。そうすると全然話聞いたことになってないみたいな、こういうシチュエーションがあるかもしれません。かくいう私もですね、元部下にですね相談されたことがあって、転職しようか悩んでますと。で、今この会社とこの会社どっちに行こうか悩んでるんですよねっていう元部下にねご相談をいただいた時にですね、私は転職するかしないかの前にまず人生の方向性を決めることだろうなんてかっこよくアドバイスしたらですね、その話はすぐ終わりましてですね全然アドバイスになってなかったっていうね。元部下はですね、アドバイスというか話が聞いてほしかったと思うんですよね。だからこうついつい聞かずにアドバイスしちゃうとか、しっかり聞けるようになるにはどうしたらいいかなっていうのをね、今日はお届けできればと思っております。まず押さえておくポイントが人間の心理なんです。どういう心理かというと、話を聞いてくれる人を好きになる、こういう心理なんですね。どうでしょう、ペラ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 ずっと喋ってますっていう人が大好きなんですっていう人、まあたまに稀にいるかもしれませんが、あんまり嫌ですよね。例えば、私は名家出身でですね、父親とも全部こう医者なんですけれども、家にはフェラーリが何台かあってですね、休みの日はだいたい軽井沢に行ってまあ過ごすか、まあだいたいゴルフで過ごしてるような、そんな私なんですけどもみたいな方、ペラ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 しゃべる、うるせえなーって思いますよね。こう聞いててね、うわーなんか自慢話ですごい喋ってるなみたいな。それよりはどんなことされてるんですかとかって、あーそうなんですか、あーそんなご苦労されてるんですね、なるほど、あそっから何かヒントがあったんですね、そうですかって、これ一生懸命聞いてくれる人の方が好感が持てると思いませんかね。最近疲れてるのって言った時に、疲れてんの、あそうで、ところで、今日何食うみたいな、全然聞いてないぞみたいな、これは嫌われちゃうでしょうし、やっぱり疲れてるって言ったらどうしたってこうしっかりね聞ける人に好感が持てる、これがやっぱり人間の心理じゃないかと思うんです。そんなところをね今日は深掘っていきたいと思います。こちらのチャンネルではですね、伝わる話し方をテーマにお届けしてるんですけども、今日は聞き方に特化して、皆さんにお届けをしていきたいと思います。で、早速本日のテーマなんですけども、本日のテーマは、好かれる人の話の聞き方、これをお届けします。で、早速結論なんです。結論は、感情にフォーカスせよ!これなんですね。どういうことか。聞き方にはですね、レベルがあります。まず、一つ目のレベル。これ聞いてないレベル。これ良くないですよね。で、二つ目のレベル、言葉にフォーカスする、しているレベル。で、三つ目、ここが一番最強、マスターのレベル。感情にフォーカスするレベル。この三段階あるんですよ。で、もちろん一番が一番良くなくて、三番が一番いいということになります。どういうことかというと、例えばですよ、上司が部下に、これ明日までにやっといてくれって、もう書類の作成がなんかお願いすると。そしたら、これやっといてくれって言われたら、部下が、わかりましたと言いました。ただ、この分かりましたにも2種類あるんですね。一つは、分かりましたってやつですね。もう早速やりますっていうやつと、もう一つは、分かりましたの分かりましたですね。これ面白いですよね。同じ分かりましたなんですけど、その分かりましたの意味としては、すぐやりますっていう気持ちの状態なのか、もしくは、ね、やりたくないですっていう状態なのか、まあ、言葉尻だけ取れば分かりましたなんですけども、出どころの感情っていうのは全く違うよってことなんです。で、これはマスター話をしっかりね、聞いてる人っていうのは、この感情にフォーカスするわけですね。例えば、分かりましたっていうのが、すぐに分かりましたであれば、じゃあよろしくでいいと思うんですけど、分かりましたっていうのに、ちょっとなんか曲がったりとか、ああ、ちょっと腑に落ちてなさそうだなっていうのを、その感情がキャッチできるんであれば、あ、何々くんありがとうねってところでさ、なんかちょっとこの明日までって結構きついとか、なんか気になるとこあるとかね、できそうとかってこう声かけができたりするわけです。そうすると、
だって忙しいんですよ。明日まで結構パンパンで声で埋まってて、なんていうお話がまた聞けるわけですね。なるほど、そうか、ごめんな、急に頼んでって。だったらさ、ちょっと田中さんをヘルプに回すんでさ、こっち先やってもらってもいいかな、申し訳ないな、なんて言って、会話が豊かになっていくわけですよね。これを無理やりをねじ込んだりとか、この感情わからなかったり、言ってることがちゃんと聞けなかったりすると、関係性がこじれたりとかですね、なんで私ばっかり忙しくなるのみたいな形になったりするわけです。この感情にフォーカスするっていうことなんですね。感情にフォーカスするとね。そうやって、どん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 会話を豊かにして、だったらこういうふうにしないかとかね、そこで初めてアドバイスとかができるわけですよね。私がですね、冒頭にちょっと例を出した、元部下の、転職しようかどうか悩んでるっていうお話も、転職しようか悩んでるんですって言われた時に、バカ野郎、まずは人生の方向性をなんて言っちゃったからですね。その話はもうすぐ終わってですね、部下も次また話聞いてくださいっていうことはなかったんですけど、よくよく考えたら、感情にフォーカスするならば、なんか仕事でしんどいことでもあったとかね。結構今の仕事大変かいなんて言って、こう今転職をするこの出所を感じ取ってあげると、いやそうなんですよ、結構大変で、そうかそうなのかってこうじっくりね話が聞けたんじゃないかと思って反省をしております。で、感情にフォーカスするっていうと、一個具体例があるとね分かりやすいと思うので、こんなテーマを用意しました。今日のテーマはですね、突然部下に明日休んでもいいですかと言われたと。おかしいんですよね。まあ普通に休む。なんか特別な用事があって休むだったらいいと思うんですけど、そんなこと普段も言わない。なんかおかしい。で、急に明日休んでもいいですかって聞かれた。その時、どうするかですね。感情にフォーカスする。例えばですよ。バカ野郎、お前今繁盛好きだろうが。なんて言ったら、今日の話の筋としては一番ダメですよね。じゃあどうでしょうか。え、なんで？まあこれ聞いてあげる。まあ質問してあげる。まあ悪くはなさそうですけど、ただ一番いいのは感情にフォーカスする。ですから、例えば、明日休むのいいですかって来た時に、結構しんどそうだな、とか、その今、最近疲れてるな、最近大丈夫か？この、その、休みたいの出どころをキャッチしてあげるってことですよね。しんどいことでもあったかとか、大変だな、とか、いろいろお願いしちゃってごめんな、疲れてるだろうって、このね、休みたいの出どころ、感情にフォーカスして会話すると、いやー、実はちょっとそうなんです、頑張りすぎちゃって、とか言ってね、そんな話になってきたりすると。で、我々のスクールでも、よく講師の方、皆さんですね、カウンセリングとかするわけなんですけど、大体60分のレッスンがあって、この60分、何をしてるかっていうと、ずっとお話を聞いてる時間もあります。もう60分フルでずっとただひたすら聞いてる。なるほど、そうですか、ほーって、なるほどね、ということなんですよ。でも、60分しっかり話聞き終わった後に、受講生の方が、今日は本当にありがとうございます。なんか、見えてきた気がします。また次回よろしくお願いします。素晴らしいアドバイスありがとうございます。って言われることあるんです。アドバイス何にもしてないんですよ。けれども、じっくり吐き出して聞いてもらえることによって、だんだんと自分も頭の中が整理されていくっていうことがあるんですよね。60分話を聞いただけですけど、本当にスキップされて帰られた受講生の方とかいらっしゃるんです。このぐらいじっくり感情にフォーカスをしてお話を真摯に受け止め聞いていくっていうことなんですよね。もう一つだけ例題をいきたいと思います。例えばですね、新しいことを始めようと思っているんですが、まだどうしようか迷ってます、てんてんてんと、こういうお話を聞いたとしますね。その時はどうするかです。例えば、チャレンジしたらいいんじゃないですか？これは良くないですよね。もういきなりアドバイスをする。全然話聞いてないっていう。今日の筋からしてはこれは一番良くないかなと思います。で、よく言われるのが、こう、オウム返しっていうのありますね。これリフレーミングとも言って、相手が言ってることをそのまま返してあげる。まあこれも悪くないと思います。ですので、迷ってらっしゃるんですね。こう繰り返したりするっていうのもいい方法だと思いますが、今日の話からすると感情にフォーカスですよね。ポイントはですね、こう迷ってるんですっていうこの感情です。迷ってるってことは頭の中で A か B かにしようか迷ってるってことですね。それは何かというと感情は不安であるということですよ。ですので、この新しいことをチャレンジしようと思っているっていうことに対して、あ、何か不安でもありですかってこう感情に触れてあげる。そうすると、そうなんですよ。だってね、もうやった方がいいとは分かってるんです。分かってるんですけどもね、やっぱりちょっと勇気が出なくて、とか、心配になっちゃうんです、とか、少し心配なんですね、この心配、この感情ですよね。心配とか不安とか感情をしっかりキャッチ、僕はキャッチして聞いてますよっていうのは明らかにしてあげると、そうなんです、ああなんですってこう、いろいろ喋ってくれると。ほとんどの方は自分の中で回答があるんです。迷ってても64でやった方がいいとか
皆さん服買うとき迷ったりしません？でも最終的にはこっちなんとなくもう大体こっちだろうなみたいなのはこう決まってたりしませんかね。だからやっぱりこう話してるうちに自分の中で回答が見えてきたり答えが見えてきたりする、それを引っ張り出してあげるのが聞いてあげる方の器だなと思います。今日のまとめになります。今日はですね、好かれる人の話の聞き方というテーマでございました。結論はですね、感情にフォーカスをしようということでございます。言葉とコミュニケーションするんではなく、その方の感情とコミュニケーションする、感情と対話をしていくと、うまくしっかり話を聞けるようになります。そしてさらに好かれて喜ばれますよというお話の展開でございました。このしっかり話を聞くっていうのはね、もう我々はトレーナーも何十年かこう研修もやったりセミナーもやったりしてますけれども、最も難しいスキルかもしれませんね。もう日々今も勉強してます。聞けてないなと思うことがたくさんあります。ですのでぜひこの動画をもとにですね、皆さんと一緒に励んでトレーニングしていけたらいいなと思っております。当スクールはこういったコミュニケーションに関する伝わる話し方、上がらない話し方、疲れる話し方、またはこういったね、話の聞き方、質問の仕方、フィードバックの仕方とか、こういったコミュニケーションに関する、動画配信、セミナー、今オンラインでもたくさんやってますので、ぜひコメント欄のチェックしてみてください。今日のお話の中で少しでも何かためになったなっていうところがあれば、高評価ボタンをポチッと押していただけるととっても励みになります。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。じゃあ